いいだろう。その自信が本物かどうか確かめてやる。私が苦敗を舐めるわけにはいかない。相手がどこから来たデュエリストであろうともな。デュエリストとして上を目指したくば、まずは私を乗り越えていけ。では見せてもらおうか。君の本当のデュエルを、異次元を制する王の力、たっぷり味わうがいい。デュエル私には見えた。さらなる進化の可能性が。 それを今実証してみせようドロー今一つとなりて、新たな王を生み出さん融合召喚生誕せよレベル 6!DDD! レッカー王テムジン !DDD! レッカー王テムジンの効果発動レッカー王テムジンの攻撃ファイアーストローク今一つとなりて、竜王も倒す勇者となれ融合召喚生誕せよレベル 8!DDD! 黒竜王 ベオウルフ !DDD 国流王ベオウルフの効果発動ベオウルフの攻撃は貫通効果を持つやれベオウルフ今一つに溶け込み真の王と生まれ変わらん融合召喚いでよ神の意向を伝えしよう !DDD 神託王ダルク神託王ダルクの攻撃オラクルチャージ融合召喚 d !DD 超使用 パープリッシュヘル・アーマゲドン !DDD 超 CEO パープリッシュヘル・アーマゲドンのモンスター効果発動 !DDD 超 CEO パープリッシュヘル・アーマゲドンのペンデュラム効果発動パープリッシュヘル・アーマゲドンの攻撃すべてを打ち破り、新たな世界を切り開け融合召喚出現せよ極限の独裁神 !DDD 怒涛開地を カエサル・ラグナロク !DDD 怒涛開始をカエサル・ラグナロクの効果発動カエサル・ラグナロクの攻撃 !The End of Judgment!DDD 劣化大王エグゼクティブ・テムジン私は、エグゼクティブテ・テ,ィブテムジンの効果発動エグゼクティブ・テムジンで攻撃その暮に染められし剣を掲げ英雄たちの屍を超えていけシンクロ召喚生誕せよレベル 8! DDD 受血王サイフリート !DDD 受血王サイフリートの効果発動受血王サイフリートで攻撃闇を切り裂く方向よ疾風の速さを得て新たな王の産声となれシンクロ召喚生誕せよレベル 7!DDD 疾風王アレクサンダー !DDD 疾風王アレクサンダーの効果発動疾風王アレクサンダーで攻撃シンクロ召喚 !DDD、超 CO、ホワイテストヘルアーマゲドン !DDD、超 CO、ホワイテストヘルアーマゲドンのモンスター効果発動 !DDD、超 CO、ホワイテストヘルアーマゲドンのペンデュラム効果発動ホワイテストヘルアーマゲドンの攻撃 !DDD、疾風大王、エグゼクティブアレクサンダー d d d 疾風大王エグゼクティブ・アレクサンダーの効果発動攻撃だエグゼクティブ・アレクサンダー二つの太陽が昇るとき、新たな世界の地平が開かれるエクシーズ召喚現れいでよランク 8!DDD、創業王が・カリウガオーバーレイユニットを一つ使い、DDD、創業王・カリウガの効果発動創業王・カリウガの攻撃ツインブレイクショットこの世の全てを滑るため、 今、世界の頂に降臨せよエクシーズ召喚生誕せよランク 4!DDD! 土頭王シーザー !DDD! 土頭王シーザーの効果発動土頭王シーザーの攻撃タイダルトーレント難攻不落の無敵の王よ。今、悠久の時を超え降臨せよエクシーズ召喚生誕せよランク 3!DDD! 万弱王ダリウスオーバーレイユニットを一つ使い、 DDD 万石王ダリウスの効果発動万石王ダリウスで攻撃英雄の仲回りし者、深淵なる大義もて、この世の全てをいざ犬艦エクシーズ召喚降臨せよランク 5! DDD 狙撃王テルオーバーレイユニットを一つ使い、DDD 狙撃王テルの効果発動フィールドから墓地へ送られた DDD 狙撃王テルの効果発動狙撃王テルの攻撃フォビデンブレークショット DDD 怒涛大王エグゼクティブシーザー DDD 怒涛大王エグゼクティブシーザーの効果発動エグゼクティブシーザーで攻撃オーバーレイネットワークを構築エクシーズ召喚 DDD 超 CO ダークネスヘル・アーマゲドン !DDD 超 CO ダークネスヘル・アーマゲドンのモンスター効果発動 !DDD 超 CO ダークネスヘル・アーマゲドンのペンデュラム効果発動ダークネスヘル・アーマゲドンの攻撃モンスターをリンク召喚モンスター効果発動モンスターで攻撃我が魂を揺らす大いなる力よこの身に宿りて 闇を引き裂く新たな光となれペンデュラム召喚出現せよ私のモンスターたちよすべての王をも滑る超越神 !DDD!CEO! ヘルアーマゲドン !DDD!CEO! ヘルアーマゲドンのモンスター効果発動 !DDD!CEO! ヘルアーマゲドンのペンデュラム効果発動 !CEO! ヘルアーマゲドンで攻撃 !GO!DDD! 神霊王ゼロゴッドレイジ神霊王 ゼロゴッドレイジのモンスター効果発動ゴシンレイオ。ゼロゴッドレイジのペンデュラム効果発動シンレイオ。ゼロゴッドレイジの攻撃ゴッドフォースエンドエンディングエピローグエイミン !DDD! 聖波王カイゼル !DDD! 聖波王カイゼルの効果発動聖波王カイゼルで攻撃 !DDD! 波竜王ペンドラゴン !DDD! ハウオ王ペンドラゴンの効果発動ハウオ王ペンドラゴンで攻撃 !DDD 運命王ゼロラプラス !DDD 運命王ゼロラプラスのモンスター効果発動 !DDD 運命王ゼロラプラスのペンデュラム効果発動運命王ゼロラプラスで攻撃 !DDD 海地王アビスラグナロック !DDD 海地王アビスラグナロックのモンスター効果発動、D、!DD 海地王 アビスラグナノクのペンデュラム効果発動カイチ王アビスラグナノクで攻撃 !DDD 極地王カオスアポカリプス !DDD 極地王カオスアポカリプスのモンスター効果発動 !DDD 極地王カオスアポカリプスのペンデュラム効果発動極地王カオスアポカリプスで攻撃 d !DD 使用バイスレクイエム !DDD 使用バイスレクイエムを素材としたモンスターは この効果を発動できる !DDD、使用バイスレクイエムのペンデュラム効果発動使用バイスレクイエムで攻撃 !DDD、超使用ゼロマックスウェル !DDD、超使用ゼロマックスウェルのモンスター効果発動 !DDD、超使用ゼロマックスウェルのペンデュラム効果発動超使用ゼロマックスウェルで攻撃 !DDD、反骨を レオニダス !DDD! ハンコツ王レオニダスのモンスター効果発動 !DDD! ハンコツ王レオニダスのペンデュラム効果発動ハンコツ王レオニダスで攻撃 !DD アーク !DD アークのモンスター効果発動 !DD アークのペンデュラム効果発動やれ !DD アーク !DD イーヴル !DD イーヴルのモンスター効果発動 !DD イーヴルのペンデュラム効果発動攻撃だ !DD イーヴルチューナーモンスター DD オルトロス手札から !DD オルトロスのモンスター効果発動 !DD オルトロスのペンデュラム効果発動 !DD オルトロスで攻撃チューナーモンスター DD ゴースト !DD ゴーストの効果発動 !DD ゴーストで攻撃 !DD スワラルスライム !DD スワラルスライムの効果発動 !DD スワラルスライムで攻撃 !DD ケルベロス !DD ケルベロスのモンスター効果発動 !DD ケルベロスのペンディラム効果発動 !DD ケルベロスで攻撃チューナーモンスター !DD ナイトハウリング !DD ナイトハウリングの効果発動 !DD ナイトハウリングで攻撃 DD ネクロスライム私は、墓地の DD ネクロスライムの効果発動 DD ネクロスライムで攻撃黒き翼を持つ異形の神 DD バフォメット DD バフォメットの効果発動 DD バフォメットで攻撃 DD 魔導賢者ケプラー DD 魔導賢者ケプラーの、モンスター効果発動 DD 魔導賢者ケプラーのー、 ペンディラム効果発動 !DD 窓剣者ケプラーで攻撃 !DD 窓剣者コペルニクス !DD 窓剣者コペルニクスのモンスター効果発動 !DD 窓剣者コペルニクスのペンディラム効果発動 !DD 窓剣者,者コペルニクスで攻撃チューナーモンスター !DD ラミア !DD ラミアの効果発動 !DD ラミアで攻撃 !DD リリス !DD リリスの効果発動 !DD リリリスで攻撃 DD ドッグ DD ドッグのモンスター効果発動 DD ドッグのペンデュラム効果発動 DD ドッグで攻撃 DD パンドラ DD パンドラの効果発動 DD パンドラで攻撃 DD プラウドオーガ DD プラウドオーガのモンスター効果発動 DD プラウドオーガのペンデュラム効果発動 DD プラウドオーガで攻撃 DD プラウドシュバリエ DD プラウドシュバリエのモンスター効果発動 DD プラウドシュバリエの ペンデュラム効果発動 !DD プラウドシュバリエで攻撃 !DD 魔導賢者ニコラ !DD 魔導賢者ニコラのモンスター効果発動 !DD 魔導賢者ニコラのペンデュラム効果発動 !DD 魔導賢者ニコラで攻撃 !DD バイス・テュポーン !DD バイス・テュポーンの効果発動 !DD バイス・テュポーンで攻撃 !DD 魔導賢者ガリレイ !DD 魔導賢者ガリレイのモンスター効果発動 !DD 魔導賢者ガリレイの ペンデュラム効果発動 !DD 窓剣者ガリレーで攻撃 !DD 窓剣者トーマス !DD 窓剣者トーマスのモンスター効果発動 !DD 窓剣者トーマスのペンデュラム効果発動 !DD 窓剣者トーマスで攻撃 !DD 窓剣者ニュートン !DD 窓剣者ニュートンのモンスター効果発動 !DD 窓剣者ニュートンのペンデュラム効果発動 !DD 窓剣者ニュートンで攻 タルワールデーモンタルワールデーモンで攻撃デーモンソルジャーデーモンソルジャーで攻撃永続魔法地獄門の契約書を発動地獄門の契約書の効果発動永続魔法マシン王の契約書を発動マシン王の契約書の効果発動,の発動永続魔法マシン王の禁断契約書を発動マシン王の禁断契約書の効果発動永続魔法闇魔界の契約書を発動闇魔界の契約書の効果発動永続魔法 異業神の契約書を発動異業神の契約書の効果発動私は魔法カード攻撃封じを発動私は魔法カード、イニシエのルールを発動トラップカード発動 !DDD の人事権トラップ発動 !DDD の契約変更契約書そんなもの。トラップカード、リースロンダリング。これで契約は無効になった。永続トラップ発動 バルキリーの契約書キリーの契約書の効果発動永続トラップ発動誤風の契約書誤風の契約書の効果発動トラップ発動常闇の契約書常闇の契約書の効果発動トラップ発動 !DD リクルート永続トラップ発動 !DD リビルド墓地に存在する DD リビルドを除外し、効果発動